プロスピエース。どれがいいか、どれがいいですかね。もうあれです。瞑想中です。さあということで、今日プロスピなんとですね、今タイムスリップセレクションっていうやつをやってまして、荒木。これタイムスリップは今監督コーチ選手でユニフォームを着てる人たちが出るんだもんね。で、OB セレクションが解説者とかが出るんだもんね。荒木、青木、工藤さん、岩崎、長井、福浦さん、金子さん、 T 岡田、阿部、近所、今岡さん、長川。今回の一番長川やな。やっぱ長川が一番やっぱり、だってなんか VIP さんとかのやつ見てると、なんか長川のこのフォークが打たれへんっていう聞いて、ジョー長川欲しいねっていうね。一番はやっぱ長川取りに行きたいね。でも多分ね、今回長川引けないと思う。今回3回目に S ランクタイムスリップ第6弾1人確定だから、3回だけ引くから今回は。だから引くまで終われませんとかじゃないね。3回だけ引く中で長川を引けるかどうかが勝負なんだけど、多分ね、前のダルビッシュとか鈴木誠也とうちとかみたいに引くまで終われませんはかなり気持ち入れるけど、今回やっぱねさらっとしてるわ自分自身だから、多分ね引けないと思う今回ね。俺の運はね多分発動しない。でも一番欲しいのは長川。だって俺長川対戦したことあるけど、長川のホープ、まあこれ交流戦とかしかで対戦したことないから、そんな何回も対戦したことないけど、あれフォークちゃうもんね。カーブ、フォークってスンサイドカーズみたいにスンって落ちるピッチャーもいれば、長川とこうだからスンって落ちるピッチャーとふわって落ちるフォークがあるの。長川どっちかって言うとフワフォークなのね、俺の中で。このちょっと浮かび上がってフワッフォーンって落ちるんだから、その俺は最初フォークと思ってたけど、こうフォークじゃ脳が反応しないっていう。俺の脳は長川のフォークをフォークという認識をしてないっていう。だから俺フォークと思ってたらイメージが一致してないから反応できんから、これカーブやなと思って。カーブだったら反応しやすいと思って、俺はもう長川のやつはカーブという認識、フォークっていうなんかフォンフォンって押してくる感じだから、でそっちの方が対応しやすいなって思い出してから対戦がほぼなくなって、だって抑えだから、そもそも抑えの交流戦だから、そもそも投げない可能性もあるじゃん。投げても俺の打席じゃない可能性もあるし、で広島戦結構勝ってたから長川出てくるシチュエーション少なかったから、まあ、そもそも対戦が少なくてそれを試すのがなかなかできなかったけど、まあ数打席はあると思うんだよね。でもカーブと思って対戦してる方がしやすかった。だから長川のフォークはフォークじゃん、カーブ、ソンソンってくるからっていう思い出トークです。で次は取りに行くのはやっぱりね福浦さんですね。まあロッテ純正を進めるために、俺ロッテ純正ほぼ持ってないからこうやって言いながら、今何枚ぐらい持ってるんですか。ロッテうちと涌井2枚、鈴木大地、石川2枚、ハーマンしかいないから、ね、でいわば使えるんだったらうち涌井、鈴木大地、石川、ハーマン5人しかいない。しかも鈴木大地なんてもうロッテ、このだってこれいつの鈴木大地、だって2019年 シリーズ2の鈴木大地、1年前の鈴木大地だからロッテバージョンだもん。でしかも今回のなんかアニバーサリーの投票、俺はもうマーティンが3枚持ってるし、マーティン今ホームラン打ってるから、で多分ホームランってユースマーティンとかあるかもしれない。俺マーティンめっちゃ投票したのに負けた、鳥谷に俺マーティンめっちゃ投票したのに、マジで最初は増田も良かったから増田投票してたけど、伸びが悪いから増田伸びてねえと思って、そこからマーティンに切り替えてマーティンめっちゃ投票したのに。だから俺はもうマーティンと戸郷入ってほしかったけど、戸郷も入んなかったし、マーティンもうめっちゃ投票したのに本当ね。皆さんマーティン投票した人いませんかね。だからやっぱ持ってないじゃんあんまり。今回じゃあ世代ですね、福浦さん世代だから、長川福浦さん2位は欲しい割合でいうと。でもねちょっと俺福浦さんの納得できないことがあって、守備がね C なんだよね。俺見た中でファーストで守備、俺が現役で見た中だったらもうトップクラスよ。ベスト3には絶対入る、もしかしたらワンツーぐらいの守備力あるのに CA でしょ。福浦さんのこの守備は A にしてほしかったな、まあ、補給 B はねうまいからね。スローイングも元ピッチャーだから結構いいんだけどね、まあ肩はそんな
まあでも弱くはないけどね、ちょっと福浦さんの守備がちょっとあれだね、低くちょっと見られてるね。あと俺アベレージヒッターラインドライブ固め打ちもね、確かに固め打ちすごいのよ。今日4打数4安打打ったら3割乗るっていう最終戦で、え5打数5安打だったかな、本当に打って3割ギリギリ乗ってシーズン終わったっていう勝負強さもあるから、固め打ちもあるけど広角打法欲しかったね。アベレージ広角打法を欲しかったね。であと欲しいのは青木も欲しいけどね。すごくない？ミート87だよ。 S 行くよこれ。新之助欲しい。キャッチすごいね。アベいいね。今キャッチャーって小林だから、ちょっと常に代打だもん。新之助欲しいね。小林先発にして回ってきた代打だね。長川、福浦さん、阿部、青木。まあ阿部、青木、この順番でいこう。じゃあ行きましょう。さあまあね、当たるかっていうのはここに長川いる時にこうやって押すと当たるんだよ。でどうか今回からやってみる。さあ1回目、3回しかしてないからね。お月で出るよ。でも流れ星がね来ないと。おお、ジョージ君レッツゴーだって。ほら、月からの調子君レッツゴーで、ちょっと文字がキラキラってなってたけど、あれは関係あんのかな、俺よく分かってないからね。さあブルーまで、ブルーまで。さあもう一回、もう一回かい。あー、これどうなん、これは。2個はカモン。お、2個来たよ。お、確定、確定だよね。来い福浦さん。さすが師匠、さ、ザッキーチームに入団、福浦さん、さすが師匠。やっぱ来たいよね、福浦さん。やっぱ俺のチームに来たいはずや、師匠だもん。さすがやろ。2番目に欲しい来た、いきなり。やっぱ福浦さん俺のチームにいないとね。おお、宮崎、荒木、金子さん、来い。ああ、ただの夜空。お、調子くんレッツゴーだって。乗ってるね、乗ってるね。あれ、でもそれだけ、それだけ。これ A が複数枚来るパターンかな。福浦さんの A 欲しいね。あー、ノースマイル、金子さん、ビシエード、森原、高橋周平、後藤翔太、青柳、ジョンソン。これ来ない。長川、これないか、ティオから。さあ最後やな、全部絶対当たるからね。長川ね、長川、新之助、青木。一番欲しいのは長川。さあ行きましょう、確定。まあ絶対当たるからね、1枚は。マイルとかせえへん、なんもせえへん。長川、さあラスト、ほう、おー長川。うわー